中本白書の書道講座、今回はですね、日本書道教育学科富士8月号の漢字半紙課題、こちらなんですけれども、中世後進同飛、これは東京の、豪徳寺っていうところにですね、この石碑があるんですね。豪徳寺行きますと、この井伊直弼の墓ですとか、あるいはこの栄明覚の他などもありますので、ぜひ一度ご覧になってみてください。で、ここに横に並べてますのは、富士のですね、2015年の3月号のところですね。これずっと明覚の臨書課題が続いておりますけれども、この3月のこの明覚の大久保荒神同飛とこの中世後進同飛とこう比較してみますと、書風が変わってきてますよね。66歳の時に書いた明覚、これはですね、明覚は73歳で書いてるんですよね。まあ何年後ですけども、普通66歳っていうと、もう大体、今の私たちの周りの人たち見てもそうですけども、大体こう、なんていうんですか、知力もピーク足して、もう横ばい、もうその後そんなに成長しないでこう余生を過ごしていく方が多いと思うんですけれども、明覚はですね、その後も、どん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 書風がこう変わって、選出がより充実したみなぎった選出になってますね。で、この大久保荒神同飛っていうのはですね、明覚の最高傑作と言われておりまして、明覚は言っております、横線とすればまず縦せよと。立つ線とすれば横に筆入れて横せよっていうふうな型できちっと書いてますけど、この、中世後期はまだそこまで徹底しなくて、多少その傾向があるかなっていうような印象に見えますね。でも大体そういう基本的な筆使いがこうなんか完成しつつあるような書風ですよね。でもこの大久保荒神同飛から見ますと、ちょっとやはり雰囲気が違いますね。今回はですね、この、中世後進同飛の臨書課題ですので、これを一つ一つ解説しながら、最後にこう記号し臨書してみましょう。まず南っていうですね。で、李昌先生はですね、しきりに言っておりますけども、この書くときにはこう音質の大切さを言ってます。音質のリズムを持ってですね、書きなさいっていうことを言ってますよね。もう形だけを捉えて書くのはもう写しで、書としてあんまり高い評価はできないっていうようなことを言われてます。ですからできるだけこうリズムを捉えて書くようにしましょう。まず南っていうですけど、スパッとこう入って、こんな感じですね。で、この南っていう字はですね、字形としましては、一画目の横線は少しこうこういう方向に線がひなってますね。次の線はですね、2番目の横線は今度は逆に上に沿ったのひなり方ですね。で、次の線は今度はこんな、する次の横線はこんな感じ、それぞれ線の行方がこう変化しているところをこう意識してほしいんですね。そして少しこういうふうに下半身が下にキュッとしまったような感じになってます。この辺を気をつけて書いてみましょう。これが南の書き方ですね。次、朝っていうですね、
この横画よりもちょっと下あたり、この辺から入ってますね。そして、こんな感じ。で、できるだけこの上と上、この高いところでこう、接するか。で、これでキュッと筆を出力を加えて、ちょっとくびれさせて、まあ、スタンと。で、ここでもう一回キュッと筆を起こして、ッとこの線ですね。かなかったですね。で、ここはですね、ゆったりもつようにさせるように書きましょう。こうして、こういうふうにするとこう窮屈になります。あと、月の1画目と2画目のとこ、例えばこういう入り方しますと、ここの空間を損しますから、こういうやり方はやめまして、月でですね、こう入りますと、このできるだけ目いっぱい上からこう書いて、ここの空間を少しでも大きく取るような、こう配慮をしてますね、この辺り。まあ、その辺を気をつけましょう。次、中っていうですね、中っていう字は中と心ですよね。中、中。横角が右に出て、縦角が下に出てますね。そして、しっかり筆を入れて。ここあんまり長くすると、心の邪魔になりますから、短めに表現して。そして、この縦角はこの辺からどんどん真下向いて。で、この縦角の下あたりからこう起きてる。筆をこう起こして、で、この縦棒のちょうど真下ぐらいから筆が入ってます、ここに。このイメージで、そうですね。まず、ここの部分、これがですね、きれいに右の線上にこうあります。ですから、心っていう字がこう来て、こう来て、この点画は下から入ってますけど、こうスーッとこちら抜いた、ちょうどこの高さとこの高さをきれいにこう一直線で並ぶように、こういう書き方をしてますね。そして、この辺の空間の間が均等になるように書いていきましょう。この辺が注意ですね。あと、そうですね、この明確の中っていう字ですね、ここのこの最後の、この止めたところと、心のここが揃うぐらいですね。こんな感じで書いてます。その辺をこう捉えながら、書いてみましょう。次は、真ってですね。ちょっとこう短めですね。こう来て。次ですね、この縦角と横角、この少し触れてます。ここも触れてます。こんな。で、次の縦角はこの真下じゃないですね。キュッとこの右の、こんな感じ。ですから、この下の点角はこの線の延長上ぐらいあるような、ここはこんな感じになってますね。で、このまま大事ですね。これをですね、こういうふうに書いてしまうとベタっとなりますので、少しここをこう出す、ここにこう右上のリズムを作るようにしましょう。以上、4文字のですね、注意するポイントをお勧めしました。では、最後にですね、4文字をちょっと流して書いてみますね。これちゃんと4文字に折って、書く時の注意点は、できるだけ幾何を大きく見せるためにですね、文字を四隅に書くようにしましょう。こう中に寄せないで、こうできるだけ四隅に書いてあるようにしますね。
そうするとこの南っていう字をできるだけ上からいきますね。な感じですね。南朝でこう下に下げてここを開けましょう。下の方に書きます。筆を起こして、中ですね。起こして、こんな感じですね。中、心ですね。ちょっと短め。そしてちょっと真ん中でこう、ちょっと線に触れて、こう来て、こう来て、ここもちょっと線に当たってます。縦線に当たってますね。で、この辺か。こんな感じですね。そして最後にですね、ここに、教室名と、そして私ですと白秋林ですね。以上、日本書道教育学会富士8月号のですね、10級から6級の課題、草壁明覚の、中性後進頭皮の臨書課題でした。以上、これで進め終わります。